日本鹿児島県鹿児島市、四次郎四次郎は、鹿児島県鹿児島市の町邸郵便番号は890062。人口は2204人、世帯数は984世帯。四次郎一丁目及び、四次郎二丁目があり、四次郎一丁目及び、四次郎二丁目の全域で、住居表示を実施している。かつては四次郎が、浜と呼ばれる園田であったが、 鹿児島開発事業団によって埋め立てられ、鴨池運動公園や遊園地などの観光、リクリエーション施設が建設された。鹿児島市中部、大月川の下流域に位置している。町域の北方には、天保山町、南方には、鴨池、西方には下、新た、鴨池新町と、それぞれ接しており、東部には、近郊湾に面している。四次郎一丁目には、 フレスポジャングルパークなどの複合商業施設や、南日本新聞社、鹿児島放送、鹿児島読売テレビの本社が所在する。四次郎二丁目の半分近くを、鹿児島県立鴨池陸上競技場などから構成される、鹿児島県総合体育センターが占めており、他には、高層マンションが建設されている。四次郎という町名は、天保年間頃の新た村の百姓。 平田四次郎が新た浜に沿田を開き、いつしか一帯が四次郎が浜と呼ばれたことに由来する。四次郎が浜は、鹿児島の老いたちによれば、天保山から鴨池に至る沿田であった。塩田は四次郎の町名の由来ともなる新た村の百姓。平田四次郎が薩摩藩の命により、古くから声援で有名であった阿公の沿田を視察し、 その経験を活かして開拓されたものであった。1937年から2年間の後期で、四次郎が浜の土地区画整理事業が実施された。1965年に、鹿児島市と鹿児島県、谷山市が合同出資して設立された鹿児島開発事業団に、対して鹿児島市が同年12月に四次郎が浜の埋め立て工事を委託し、参加年計画で、 埋め立て事業が行われることとなった。翌年1966年8月に着工された。与次郎が浜の埋め立てに必要となる土砂は与次郎が浜に面する。海底は休憩者であり深すぎるため、浚節による毎度の採取が困難であった。そのことから、同じく、鹿児島開発事業団が開発を行っていた、城山団地の開発時に排出された残土を、 高月川に付設したパイプラインで、四次郎が浜まで搬出する水運ぶ工法が用いられた。パイプラインは、流速毎秒8.2メートルで20時間稼働し、1日に2万平方メートルの土砂を送る能力があった。1972年に四次郎が浜の埋め立てが竣工した。事業費総額は114億3000万円。 埋め立て面積は1089,096平方メートルであった。四次郎が浜地区は環境スポーツゾーンとされ、観光、リクリエーションエリアとしての役割を担うこととなった。四次郎が浜が竣工した1972年の4月には、鴨池運動公園が完成し、全天候型のトラックを有する鹿児島県立鴨池陸上競技場、 ナイター設備を備えた鹿児島県立鴨池野球場、全天候型テニスコートなどが設置され、同年に行われた第27回国民体育大会や1982年に行われた全国高等学校総合体育大会ではメイン会場となった。1972年にはサンドイヤルホテルが開業し、海中公園である鴨池マリンパークが開業した。 1986年には、鹿児島市海釣り公園が開業している。1976年に、四次郎が浜地区において、住居表示が実施されることとなった。それに伴い町域の再編が実施され、同年10月12日に、下荒田町の一部より、新たに四次郎一丁目及び四次郎二丁目が設置された。その後、 テレビ局の本社や新聞社の四次郎への移転が相次ぎ、1982年には、鹿児島放送が四次郎二丁目に本社を建設し、開局、1993年には四次郎一丁目に、鹿児島読売テレビが本社を建設し、開局、2001年に、南日本新聞の本社が安井町から四次郎一丁目に移転した。2004年5月には四次郎が、 浜地区の用途地域の見直し及び観光地区指定の廃止の都市計画が決定された。このことによりマンションなどの共同住宅や病院の建設が可能となった。2006年10月にはジャングルパーク遊園地跡地に複合映画館を核とした複合商業施設であるフレスポジャングルパークがオープンした。以下の表は 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。国道、ありがとうございます。